松平辰樹は、官能小説家。別名は、流シ主樹。松平名義で、現実世界を舞台とした作品を執筆する一方、流シ主ュ樹の別名で、フランス書院のナポレオン文庫に、影魔王ザナック、聖少女アンリエッタなどファンタジー世界を舞台とした、自分ナイルポルの作品を発表。強引なる美振り犠牲語、期待語の描写など独特な文体を持つ。 後に書いた小説、発情気ブルマ検査で、人気アニメ、新世紀、エヴァンゲリオンネタを挿入したところ、アニメファンが多いと、学会関係者から好評を博し、第6回日本とんでも本大賞において、大賞を受賞した。その後同書には、とんでも本大賞受賞と書かれた帯が付けられた。ただ、後に、本人は、困惑したことを公表している。それ以来、 露骨なアニメネタを自分の小説で控えるようになった。とはいえ、2010年に ROD、r e a d o r 大など複数の作品を元ネタとしたメガネ娘両熟大戦を上司し、さらに2011年にはお願いティーチャーを元ネタにした女教師水ホマの絶頂授業を発売するなど、同人的な作風の作品を書いている。沢俊一は、 ポルノという実用性重視の分野にて、日本での歴史上、文章のスタイルのみで実用性と作家性を両立させた人物の一人と評価している。名前の読みは、たつきではなく、隆起である。巨乳飼育から、生贄にえの金箔コスチュームマイナスの奥付けに、ひらがなで、松平隆ゅと、また、メガネ娘両軸対戦及び、除教し水ほまの絶頂授業マイナスのカバーに、 ローマ字で、隆起松平、奥付けには、ひらがなで、松平隆起と、読みが振ってある。さらに奥付けの著作権表記がそれ以前の作品も、含めすべて、R 松平となっていることから、たつきと読むのが誤りであることがわかる。愛のとんでも本106ページによると、他には、右脳をおとり一郎がいる。ありがとうございます。